いぶき同士である。マスターというのはお前か。そうか。うん。死にたくなければ今のうち、世の機嫌を取っておくがよい。脱皮した後の世は、この姿の世ほどには、人と遊ぶ気がないからな。なんだ外に出たいのか おーいい子いい子 <laughs> 魔力の経路がつながるというのは妙なものこそばゆいなま首に綱をかけたようなものかヘビ <laughs> の気配があるおーとつくにのヘビ神かこれをあわねば 子供にお今忍びの女がいたろうオロチの主か面白いあの女世のまなこを見て受け止めきった <laughs> 面白い世の妹にしてやろう鬼がいるかうん懐かしきものだ 愛らしきものよ。<laughs> 鬼であろうに何者か？なんとも面倒なものがいるなあ。今そこに何かいたか？何やらもやのごとき、どこか懐かしくもあり。うん、出店同時。 何,何だそれは石流の匂いなんとあの金髪壁眼の小僧何者ぞうーん酒は良いとても良いだが何だカルデアというのは世に酒を振る舞わぬ なんだというのか。子供の飲酒はダメ何お前に言いつける。寝ているさなかに世を起こしてはならぬ。許さぬ。世はそれを好かぬ。よいな。うん。よい返事だ。願いが叶う杯。 それはそれは。余はいらぬ。せいぜい人が手を伸ばすがよい。ま、酒を継ぐ器にはよかろうな。ヤはハ余との散歩は楽しいかんふ <laughs> とあちこち行くのは散歩であろうが。お前を連れて歩く余の散歩だ。 おいでおいで。ソーラ、こっちへ来い。頭を撫でてやろう。さて、そろそろ散歩の時間かソーラ、行くぞ。お前、餌は足りているかうん。食事はきちんととっている、か。ならばよい。腹の具合など見てやるのも。 飼い主の務めよな。うんうん。おおー気づいたか。さよう。世にとってお前は、そうさな。気まぐれに勝った生き物の一匹よ。この姿の世、ならではの思考ぞ。脱皮した後の世であれば。 そうさなへへへ。<laughs> おいで、おいで。へへへ、怖がることはない。世はお前を壊さぬ。壊して遊ぶほどには、まだ完備を知らぬ状態の霊気ゆえな。さて。お前、それはそうと。 世の霊気をあげてみぬか甘美の何たるかを教えてやろう。何このままでよいとな。はははは水狂よな、お前遊ぼうか、なあなあ。おいでおいで。いい子いい子してやろう。へへへ。はははは 身の程、知らぬな。ふふふ、よいぞ。さーてと。そ、どうしてくれよっか。世は土の子ではなーい。よいぞ。ええー。ふふふ。黄金ぶるまいぞ。きゃははは、行くぞ。 礼器強制サイリンぞ。行くぞ行くぞサイいはっはっはたやすく死ぬなよ。行くがよいはぁ、えー、えいくれてやろう喜べ余興ぞ笑え笑え褒美である。恐れよ。 震えよ。災いは、今こそお前たちのもとへと来たる。真意抜刀真剣、草薙の太ち敬え、あがめよ。陣知の及ばぬものが世にあると、ここにて思え。真意抜刀真剣、草薙の太ち うつしおとこよその境もろくうつろなることを知るがいい真意抜刀真剣草薙のタッチうん暑い <laughs> 何をするよいよいちょっと眠いな うーん,、うん、やるものだな。もういい、寝る父の子は寝て育つのだぞ。寝る。儚いなぁ、命とは。なんだ、昼寝の時間か。うーん、<laughs> 眠い。もう少し遊ばせよ、まったくもう。 <laughs> こそんなにかくならないでいいわよ。 そう、ここがカルデアね。へえ、面白そう。今後ともよろしく、マスターさん。どっか行く外の空気吸おっか。あなたがマスター。あたしがサーバント。はいはい、そういうの知ってる。心配ナッシング。 今の、統制風で合ってるなるべくサーヴァントとして振る舞うよ。ほんとよなんか間違えてたらごめんね。えーっと、例えば、戦闘時以外は身長180センチのこのモードでいるけど、それでいいのよね。あ <laughs>、どうも異国の蛇神さんか こっちもヘビなんで、仲良くしてね。ああこうなのサブちゃんとこのあーあああああへえこんな末代までたたられてんのそれは大変だったね。いや、気持ちはね、気持ちだけはね、わからないこともなくもなくもないかなって。あ、どうしたの急に泣いて。 あ抱きついてきたああよしよし怖かったねよしよし鬼ちょっと古い鬼か現代の方じゃないのねそっか「ご近星ご近星うるさいんだけどあの美人なんなの?」あたしより派手な格好してる女の子結構いない そもそもあの美人の水着相当派手だし。何誰か何か言った言ってたって絶対。そこの辺りから。え主典童子なんかモヤみたいなものはあるけど、誰もいないでしょ <laughs> もう怖いこと言わないでよ。 いたいた、金髪の小僧。いや愛も変わらず生きちゃってまあ。でも、ちょっと変わったかな。そうね、多少は。<laughs> 変わる人類の影奉仕がまさかね。さーて、どうやって遊んでくれようか。 好きなものそりゃあお酒でしょう日本酒も焼酎も、ビールもワインも、ウイスキーもブランデーも、ウォッカもテキーラも、紹興酒もエールも、みんなだーい好き。それに、美少年と美少女。あと強いやつも。強くてウブなやつだったらなおいいなぁ。食べちゃいたいくらい好き。どういう意味かって

輝いてる似たようなものね。それ、あの小僧を引っ掛けるのに使えるんじゃないせっかく限界したのにさ。世界がこんなになってるんじゃ。ねえ。ま、いいけど。その分あなたについていく。あなた、いろんなところを歩いて回るんでしょそれなら、 私も楽しめそう。よく歩くねえ、あなた。うん、褒めてるのよ、一応。人間ってそんな風に歩むものなのかしらそれとも、あなたが特別なのかしら私を召喚するぐらいだから、後者かしらそうね。そうだわね。 たまには休まなきゃダメよそうさね、旅…じゃあ意味ないかとりあえず、ゴロゴロしましょうどう私はゴロゴロするの得意よまあね、ヘビだからねあ、<laughs> ねえ、お酒ないいや、普段から飲んでる、飲んでるけどね お姉さんとしては、晩酌をするにあたり、お酌なんかしてくれそうなお供が欲しいわけさ。う、えーん、お酌とか、全時代的だけど。でも、あたし、古い神様だから、全時代上等え、酔ってない酔ってない。まだほんのサンダルしか飲んでないタル。<laughs> んあ、ごめん。 じっと見てたわ、今、あなたを。蛇の性質があるからね、獲物はじっと見ちゃうのよ。なんて、冗談冗談。いえ、冗談でもないか。私はあなたを覚えたからね。見えに喰らうっていうのは難しそうだけど、あなたの歩みを見届けるくらいは、 できそうかしら？<laughs> へえ、せっかく生まれたのにもったいない。見えなんて今時流行らないでしょ。楽しませてね。なるべく。加減が難しいのよね。うん。 いきますわよ。ごめんね。魔力をピピピはーい。いいんじゃないそういうのもあるよね。オッケー、マスター。じゃ、抜くわね。目、離さないでね。とうサンダー ごめんなさいね。せいっこうだ <laughs> ゴートリプルワーム悪いけどパッパ、お願い風、炎、そしてイカズチ恐れよ。震えよ。災いは、今こそお前たちのもとへと来たる。 真意抜刀真剣草薙の太刀敬えあがめよ人知の及ばぬ者が世にあると、ここにて思え真意抜刀真剣草薙の太刀移しよと常よその境。 脆くうつろなることを知るがいい。真意抜刀。真剣。草薙の達。ああ言った嘘ーおっと。ふざけたつもりないんだけど。ああ、気持ちよかった。 疲れた。ビール飲みたいわ。うっ、うふふふ。楽しいね。ああ、楽しかった。儚かないね、あなたたちは。おやすみ。よくお眠り。 生贄はやめてねあ気持ちいいかも飲みたくなるわままだ脱がないわよ。 せっかく統制の服を見つくろってきたのにあ、なに脱がせたいってわけ <laughs> そうか <noise> ここまで霊気が戻ると 元の姿じゃゃなきゃねあニット気に入ってたのになんどうしたどうした神様の輝けるボディ見てドギマギしちゃったなーんて <laughs> <laughs> よく捧げたもの褒めて使わす喜べ我がうし世のものにこう言うのは下に珍らしきことよいこちらへちこう悪いようにはせぬふふふ <laughs> 呼んだな世をあちらの我にしておけばよいものをうつしおの命とはかくも愚かなるものか <laughs> お前溺れているな人は藁をもつかむというが <laughs> 神に。 手を伸ばす <laughs> 愉快愉快」「外を歩く友をする」そうか「世は神であるがゆえ不敬は許さぬ」。 世は、生きとし生ける命の災いである。お前たちの災いである。捧げよ、あるいは、抗え。とつ国の蛇。様々なものがあるなあ。世に近きものもあれば、世から遠きものもある。 甲賀三郎の末、面白きものがいる。あれは、かわいがってやらねばなあ。鬼か、山の者たち、懐かしきかな。源の何菓子、人の姿で。 いかズちを操る女。あれは混ざっているなあうん、しかしなんだ。我の何がご近世だというのだ今、世に事の葉を告げたのは誰ぞ。声を聞いた、そのあたりから。 何主天道寺何を言うあそこにあるは、無名の闇。もやがごときもの。事の花ぞ放つものか。あの金髪の小僧、どこかで。うん。ああ、そういうことか。愉快愉快。 ずいぶんと、金髪壁眼の小僧、様変わりしたな。ふふ、その姿も愉快、愉快であるぞ。世は、うつしおにさほど意味を見いださぬ。見いださぬが、時折、目を引くものはある。 強き者、いや。弱き者、いや。世はどうあれ、輝ける者に目を奪われる。世は神である。敬うことを許す。恐れることを許す。 聖なる杯ふっふよかろう、捧げよ。世は山田のおろちの分け首なれば、捧げ物には酒が似合う。聖なる杯、良き供物となろう。んお前は、どこかで顔を見たような。 うん、ん人が、にえを捧げるでもなく世を呼ぶ。なんだ恐ろしきものを知らぬのは悪である。腕の一本でも苦労て。んいや、お前、マスターか。ああ。 まったく、人の見分けはつきにくい。愛も変わらず見分けはつかぬ。だが喜べ。匂いは多少は覚えたぞ。お前は、うん。うん。いや、次の機会にする。 んああ、そうだ。要はお前を見ている。うん。ふふふふ。覚えたぞ、覚えた。お前は、お前だ、マスター。顔の見分けはつかぬが、匂いはわかる。わかるようになった。共に写しようを歩んだが故か。 愉快。世が、我が、人の個体を覚えるか。滅多にあることではない。こちらへ来い、とっては食わぬ。いや、腕の一本、足の一本ぐらいは構わぬか。構うそうか。それはそうと、お前。 良き頃合いだ。常世の甘美の何たるか、世が教えよう。何、そう震えることもなし。行くぞ、籠もるのもよいが、外もよい。聞かせよ、お前の声。 ああ、その声だ。ならばお前は、あの時の人の子か。金髪壁眼の小僧と共に、羅刹王やらを引き裂いたもので、間違いないな。なるほど、愉快、愉快である。世が呼ばれるわけだ。<laughs> そうか、そうか。今も命をもってうしを歩むか。そうか。いぶき子、あんた見てると昔の馴染みを見てるような気がしやがる。なんでかね。ま、同じマスターをいただく同士、よろしく頼ま。ん なんだい赤竜のはあ、<laughs> 親父がどうかし、うーわっち、ちけえ顔、ちケけえなんか、いい匂いしやがらしい。んこの匂いどっかでいやいやいや、いいからまずは離れやがれいぶき道か。 あるが切るなと言うなら切らない切れと言うならすぐにでも今言えるのはそれだけだないずれにせよ命がけの任務になるだろうがふっ、ふふふ。うしよと床よ」にえかうん。 よい、抗うのを、許す。空、嵐、雷、カ雷チ。神なる音。恐れよ。逃がしはせぬ。うん。そうか、そうか。そうさなあ。言ったな、ははは。 ならば、抜こう。目を離すこと許さぬ。じゃあ、行かずち。うへはははは。切る。はあ。ははははは。<laughs> <laughs> 見よ、災いをここに。ひとつ、ふたつ、みっつ。 <laughs> 風、炎、イカズチ。愉快、うん。これは、こそばゆい。うん、もろき、体だ。眠る、あとは、任せる。いいな、これは、いい。 うんー、魔力が足りぬ。ふ <laughs>、ふふふ。愉快。愉快、愉快。命、はかなき者。せっかくだ。蘇らせてもう一戦、どうか。いにえでも、よいぞ。 よい捧げよ「もっとささげよ」。 thank you